やっと来たね。君を待ってる間に、もう詩が何作もできちゃったよ。もちろんさ。この地の草木は、一本一本すべて君の努力の結晶だっていうのを知ってるよ。だから、それらには心の底から感謝して接してるんだ。うん。とっても好きだよ。でも、僕の意見を聞いてくれるなんて嬉しいな。 ありがとう。そもそも、君はもっと自分のセンスに自信を持つべきだよ。ここでは、君こそが主人公なんだから、大胆な試みにも思い切って挑戦してみて、君のアイデアを実現させるといい。困った時は、僕も助けるからさ。もちろんさ。この地の草木は、一本一本すべて君の努力の結晶だっていうのを知ってるよ。 だから、それらには心の底から感謝して接してるんだ僕が欲しいものはもうここに全部あるよでも僕の意見を聞いてくれるなんて嬉しいなありがとうそもそも君はもっと自分のセンスに自信を持つべきだよここでは君こそが主人公なんだから大胆な試みにも思い切って挑戦してみて 君のアイディアを実現させるといい。困った時は僕も助けるからさ。いいよ。ホ本。親愛なる友よ。何か僕に話したいことでもあるのかなそっか。僕の勇者さん。お疲れ様君の気持ちはすっごくわかるよ。落ち込んでいる時は。 口に入れたリンゴですら味を感じなくなるそんな時は気持ちよーく一眠りすればだいぶ楽になるはずだほら僕の肩を貸してあげるから <laughs> とにかく安心して僕を必要とするときはいつでも君のそばにいるからいいよホ本親愛なる友よ 何か僕に話したいことでもあるのかなうんうん。大丈夫。よくあることさ。すべての出来事が自分の意思に従って動くとは限らないんだ。そういった時は一番大事なことが何なのか、はっきりと自分の胸に問いただすといい。たとえ心が乱れていても、風が吹けば冷静に考えられる。怖がらないで。 僕はここにいるよ <laughs> とにかく安心して僕を必要とする時はいつでも君のそばにいるからうんパーティーを開こうそれから仲のいい友達を呼ぶんだ僕もとっておきのお酒を出すからさ場所はいっそのことここにしよう。 空き地にベンチや綺麗な花を置いて、パーティーを開ける。庭にするんだ。おテーマがいるの？うーん。今考えるね。乾杯そうだ。みんなの幸せを願ってとかどうかなあ。そうだ、君の得意料理を用意してくれないかな。何でもいいよ。君の料理が食べたい。 でしょでしょすごく盛り上がると思うよ。よしじゃあ決まりだね。本当に楽しみだな。今からでも一杯飲んでお祝いしたいくらいだよ。うーん。パーティーを開こう。それから仲のいい友達を呼ぶんだ。僕もとっておきのお酒を出すからさ。場所は。いっそのことここにしよう。 空き地にベンチや綺麗な花を置いてパーティーを開ける庭にするんだもちろん久しぶりにメドレーを歌っちゃおうかな何か聞きたい歌はある事前に練習するからもちろんそれほど時間はかからないけどあ,<っ>あ、そうだ君の得意料理を用意してくれないかな何でもいいよ君の料理が食べたいえへへ そのゴタゴタもパーティーの醍醐味じゃないかな安心して僕がしっかり計画しておくからよしじゃあ決まりだね本当に楽しみだな今からでも一杯飲んでお祝いしたいくらいだよ <laughs> おはよう今日はどこに遊びに行く行きたいところがたくさんあるんだけど僕のおすすめを聞きたい あれ僕はまだ寝るつもりはないよもう少し付き合ってよそれか僕が君に付き合ってあげるうんこの果実園からはいい香りがするね身も大粒で甘そうだそれにブドウの葉がよく生い茂ってるとても重たそうな房だきっとおいしいお酒になるんだろうなねえ 未来の美酒を今ちょっとだけ味わってみない少しだけなら大丈夫だよほら、あーん公園かこの場内で最も心地のいい場所の一つだね公園で休んでいる人のほとんどは上機嫌だから落ち着いて僕の歌を聴いてくれるんだえへ <laughs> 僕と君でこの公園をもっと立派なものにしようよ